バンク上第9列メンバー7名登場です。おととし1月に岩木平で第1回目が始まりました。自転車国際競技大会のルールで行われます競輪エボリューション、今回の玉野の開催は通算で13回目となりました。初めて外国人選手がやってまいりました。それも豪華なメダリスト、フランソワ・ペルビスとテオ・ボスであります。日本人5人がどう挑んでいくんでしょうか。5周回、距離は2025メートル、先頭誘導員高島一郎です。では出場の7名ご紹介いたします。1番地元ホーム友貞勇気です。2番青森坂本隆、3番フランスからフランソワ・ペルビス、4番石川北野武、5番オランダからテオ・ボス、6番群馬小林大輔、そして7番千葉の山中秀武、7選手5周回で行われます。13回目の通算の開催となりました競輪エボリューション in 玉野の間もなくスタートです。まずは注目、9年ぶりの来日です。オランダのテオボス、アテネオリンピックのスプリントのメダリスト。そしてもう一人フランス、フランソワ・ペルビスは5年連続の参戦、リオデジャネイロオリンピックの銅メダリストであります。5歩を鳴って通算13回目の開催競輪エボリューション5周回です。7番の千葉、山中秀武、ポンと前を取りました。続いて2番の坂本隆です。今回の日本人の参加選手の中で唯一日本の競輪エボリューションの開催で優勝経験があります、2番下の坂本であります。4番の石川北野武、1番地元の友貞勇気、そして注目フランスのフランソワ・ペルビス、オランダ久々の来日テオボスが5番目、6番でそのテオボスが今度上がっていくか、6番群馬小林大輔が1番後ろです。5番車のテオボスがどの位置まで上がってくるか、1周回目の4コーナー、まずは7番の山中、今季1年半ぶり S 級一般に上がってまいりました。前々走の平塚を含め今年は2回の優勝です。2周目に入りました。2番の坂本隆が前から2番手です。今年は優勝3回、そのうちの1回は今年1月小倉のミッドナイトで行われました3日制の競輪エボリューションでの優勝実績であります、坂本隆であります。世界の経験値も豊富の坂本であります。4番の北野武、今年は弥彦記念で準優勝の実績があります。4番手から9年ぶり5度目の来日です、オランダのテオボス、アテネオリンピックのスプリント銀メダリストテオボスであります。地元1番の友貞勇気が5番手から組み立てます。今月は F1 2場所ともに決勝まで勝ち上がっています。地元の意地を見せたいところであります。そしてもう一人の外国人選手、フランスのフランソワ・ペルビスは6番手、今残り3周回です。フランソワ・ペルビスは5年連続6度目の来日、先月行われましたリオデジャネイロオリンピックのチームスプリントの銅メダリストです。6番の群馬小林大輔は今年優勝が1回、1番後ろ、第3周回に入っております。注目外国人2強対決というオッズとなっておりますが、テオボスは4番手、フランソワ・ペルビスは6番手で周回中、残り2周半を切りました。外国人選手2名に対して日本人5人がどうやって外国人2強の壁崩せるか否かにかかっています。勝負どころ赤番標識に向かいます。山中1番前、2番坂本、4番の北野、5番車のテオボスが4番少し車間を空けるか、1番の友貞がテオボスのスピードにしっかりとついていけるか、3番のフランソワ・ペルビス、6番手、6番の小林大輔もペルビスのスーパーラッシュをつけるかどうか、さあ世界の最高峰の2人がどう出てくるか、打勝です。山中先行体制、2番手の坂本、いざとなれば自分から動くか、4番手をトヨベスも車間を空けている、先に5番のテオボスが行った、テオボスが行った、1番の友貞やや離れている、2番手収まった、山中2番手テオボス、さあスピード出し勝負だ、5番のここはテオボス先頭、テオボス内側から7番山中抵抗、山中抵抗、1番の友貞、そして6番手が6番の小林大輔、小林がまくっていく、小林がまくっていく、しかし前は固まった、前は固まった、3番のペルビスが外を持ち出した、2番手からペルビス先頭、フランソワ・ペルビス、フランソワ・ペルビス先頭、5番の先頭はテオボスか、テオボスか、2番の坂本2着、4番の北野か、5番2番4番あたりか、北野武史がよく伸びてきていました。激しいレースとなりました。最後テオボス、オランダ9年ぶりの来日、ペルビスは外持ち出したが思ったほど車は伸びず、坂本武史はやはり世界の経験値が物を言って食い下がって、最後
北野武選手がペルビス選手踏み勝っています。オランダのテオボス、日本の青森坂本隆、そして石川の北野武です。まさに大和魂で走り抜いた北野武が3着です。5番2番4番あたりでしょうか。アテネオリンピックのスプリント銀メダリスト、久々の来日ありましたが、テオボス、やはり世界の力は伊達ではなかった。決定はお待ちください。競輪エボリューションでした。